新刊、新刊、新刊、紀元前2世紀から356年は、朝鮮半島南部にあった三刊の一つ。大砲軍の南、日本海に接し、後の白木と重なる場所にあった地域である。その境は、南にある弁関と接しており、入り組んでいた。もともと六国であったが、後に分かれて十二国になった。そのうちの各足が、後の白木になった。新刊人は、 穀物と稲を育て、養蚕を生業としていた。三国史義書弁神殿によると、馬漢人とは言語が異なっていたが、弁漢人とは互いに雑居し、風俗や言語は似通っていたという。五漢書弁神殿によれば、神漢とは城郭や衣服などは同じだが、言語と風俗は異なっていたという。三国式と三国維持によると、中国の王室の娘、 社祖夫人が海を渡って新刊にト来して、白木の初代、王閣巨星こそ刊と、王公和英夫人を生んだ。五漢書巻八十五新刊殿、三国史義所巻三十新刊殿、新女巻九十七新刊殿、北史巻十四白木殿によると、旗の四皇帝の老役から逃亡してきた新人がおり、馬漢はその東の地を裂いて、与えすまわせ新刊人と名付けたという。 そのため、その地の言葉には、旗語、先生方言。長安に戸があった頃の標準語で、この傍民が、新代全館内にトライしたことをモノるが混じり、新館とも書いた。新人は王にはならず、新館は常に、馬館人を主として用いており、これは、代々総称、親から子へ受け継がれるのものであった。そのため自立せず、新館人は明らかに流入し移ってきた人である。 タメバカンがすべてを制していたと、新女は記している。五漢書巻十五新関伝では、以下のように記載される。三国志義書巻三十新関伝では、以下のように記載される。神新女巻十七新関伝では、以下のように記載される。北史巻十四白木伝では、以下のように記載される。水谷千明は、新刊の民の話す言語は、旗の人に似ており、 新刊は、新刊とも呼ばれていたため、実際に、中国からの移民と考えて間違いない、と述べている。三国史義書巻三十新刊伝に、明国ため国、分け、国を国と言うとある。新刊、新刊の民は旗から亡命してきたというが、前刊の初代皇帝劉法が、自らの意味な、劉法をはばかって、国を、国と言い換え、漢代以後の漢語では、国のことを、 国というが、新漢人、新漢人は国のことを国と言っており、かかる事実関係により、新漢人、新漢人は、旗子を使用していることは、決的と見られている。金両期は、三冠の領域や国境は、後世のように明確ではなく、大雑把であった。国境には、どちらの国からも干渉されない、干渉地帯のようなものがあったらしい。そこに、亡国の流民が、 三三五も集まって一種の多文化圏を構成していた。異国文化や新しい文化がそこに集まり、そこから三冠へ伝わったのであろう。新冠は馬冠の東にある。そこの老人が語るところによれば、その昔、中国の新国の区域に服することを嫌って、逃亡した流民たちが冠に渡ってきた。馬冠では、東の国境地帯の土地を割いて、彼らに与え、 住まわせた。そのような干渉地帯にも、自然に流民を束ねる実力者が生まれる。王や、君長の経歴を持った者が、そこで実力を争い、支配者となることは、当然考えられる。エーマンに王位を奪われた順王がそういう地位を得たと、考えても、別におかしくはない。と記している。上田厚氏は、旗の始皇帝が天下を握った。 紀元前二百二十一年頃には、旗以外のすべての国々は消滅した。すると、大陸内には、もはや亡命する国さえない。そこで、何万何十万というかつての権力者とそれにつながる人たちの多くは、海外、あるいは、漢民族の支配権以外の国々への亡命の道を選んだのではないか。中略東アジアでも、チンマサルなどの放棄、天下の反派だ。 縁、聖、蝶の民が数万口で朝鮮に逃避した。義士統遺伝と記されている。陳賞の農民一揆は紀元前209年のことである。さらに、新刊は馬艦の東において、その軌道の伝生では、古くの某人が真を避ける時、馬艦がその東海の地を裂いたと事故としていた。義士統異伝朝鮮では、国を咲いてまで真の某民の建国を許していると、 記している。北歯白木殿には、白木社、その先、懇親刊主なり、知財高来東南、巨漢寺落老地新刊また曰く新刊、宗殿こと新予防人飛躍、来る敵、馬漢ありその、東海巨の、も、新人、米への曰く新刊。その言語名物、有二中国人、白木とは、その先は、もとは、新刊の病営なり、 領地は、高来の東南にあり、前漢時代の落老軍の故地に今日置く。新漢、または新漢とも言う。総伝では、新寺に区域を避けて到来した逃亡者であり、馬漢が東海を割上し、ここに新人を居住させたゆえにを新漢という。その言語や名称は、中国人に似ている。との記述がある。中国政府のシンクタンクである。 中国社会科学院は公式研究所で、白木に対して中国の旗の亡命者が樹立した政権であり、中国の反殖国として、党が管轄権を持っていたと記述している。また、中国の歴史学者の李大流は、白木の前身である新刊は、新官とも呼ばれ、中国の旗の人が建てた国だから、白木は中国民族が建てた国だと主張している。 チャンセユン聖近官大学教授は、中国の教科書には古朝鮮の歴史についての言及がなく、馬漢、新漢、弁漢に代表される三漢時代に関しては、中国が自国の影響を多く受けたと主張する新漢を心に、叙実していると指摘している。李性史は、新漢地域に集中的に漢鏡が出土していることから、 三冠時代に慶州と近海に有力集団が形成されていたことが推測され、このことから新韓と新番軍との関係が注目され、マバンは旗の統一以前からツバメと交渉のある朝鮮内の有力国であり、そこへ新主ゲル軍が設置されたが、新番軍の軍地の所在地の候補として慶州付近が挙げられ、慶州付近に新の思いが伝わるのは新番軍設置に伴い、 漢からの移住があった名残であると考えてもよく、これまで神と関連付けられたのは、新番イコール新肝イコール新肝、新下の新という同一音からであるが、三世紀に旗と、前漢初期の合意を識別することは困難であり、従って新肝に新番軍が設置されたことから、漢人の入植があったと考えることは、検討外れではな、京州付近には、金属製品を出土する遺跡、遺物があり、 これと新番軍との関係が指摘されたこともあり、白木の王都である、慶州付近にだけ見られる、石石木角墳は、落老軍の木角と高栗の墳球が一体となった、母星とされ、慶州付近から出土される、河原出土器も、落老媒頭の影響が指摘され、慶州に早期に、製鉄技術が導入されたことが、遺跡から確認されるなど落老の影響とされる遺跡、遺物は、 新番組の設置による肝心の入植と関連付けられる側面があると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。